ライブは、2007年7月2日から2010年12月31日まで、東京都渋谷区にある吉本ホールで、毎週月曜日金曜日の16時17時30分に、開催されていた、吉本工業主催のお笑いライブのイベント。2007年7月2日から2008年3月31日まで、吉本ファンダンゴ TV の吉本内のプログラムとして、生放送。 2008年4月1日から、YY 動画を及び、吉本劇場で配信。ヤフーバラエティにて、無料制配信も行われていた。お笑いライブの無料動画配信としては、先駆的な試みであり、地方への波及効果が高かった。2007年2007年7月2日開始。いわゆるピラミッド型の階層構造の競争方式で、運営されていた。 毎週月曜日金曜日、吉本興業の主に若手のお笑いコンビピン芸人がネタを披露し上位昇格を狙うの順の階層構造であったが2009年12月1日より A 字と B 字を A 字 A 字 C 字と前 A 字を前 A 字に統一されにリニューアルされた。 2007年7月2日から2009年11月30日、MC2008 年4月から2008年9月、各週で担当日替わり MC2008 年10月、アーゲ芸人バゲ芸人刑事芸人にエージ、コラボ企画。レギュラー人がネタやっちゃいます出演芸人、前上げ芸人などがある。2008年8月9日、出演、アップダウンピース。 アヤベ、ガリットチュー、犬の心、ブロードキャスト、LLR、マキシマムパーパーサム、ロシアンモンキー、コンマ二センチ、ノンスモーキン、モッコス、ファイヤー、大制ライオン2009年12月1日から2010年12月31日、A エージと B エージを、エージエジ、C エージとマエ A ジを、マエ A ジに統一。エージチャレの内容が少し変わる。 エイジガライブは11月末のエイジサージュライブでアーゲ、バゲにいる芸人40組が出演者となり1時間のネタバトルを行う。ネタバトル後は30分のコーナーが行われる。11月末に刑事、前上げにいた芸人はメイガライブ出演者となりエイジガライブ出演社会10組とメイガライブ上位10組が3ヶ月に一度のエイジサージュライブに出演上位10組が エイジガライブ出演者となる。エイジチャレとメイガライブの入れ替えは25組となる。さらに2010年6月より、エイジエイジライブ出演者数が40組から80組に増加。1日の出演組数も8組から12組に増加。それぞれ1か、月に与えられるチャンスは3回。3ヶ月間のバトルが1ヶ月間に短縮され、1ヶ月の結果で、 その月の上位10組が賞金マッチへの出場権が得られる。賞金マッチで優勝すると5万円。2位には3万円。3位には1万円が与えられる。さらに1位には夏以降に各地で行われる予定の出張エイジエイジライブへの出演も決まる。エイジエイジ芸人の会10組と前上げ芸人の上位10組によるエイジサージュライブがなくなり、 エイジエイジランキング界20組の芸人は、前上げランキング上位20組と無条件で入れ替え。ピラミッドの最上位層。全80組。日替わりで12組の芸人が月4回出演し、お客さんと視聴者の投票に応じて1位 120p、2位 110p、12位 10p を獲得していく。これを1ヶ月行い、通算のポイント上位10組が、 賞金マッチに出場できる。逆に、下位20組になってしまうと、メイガライブ上位20組と入れ替わってしまう。メンバーライブの流れ月間チャンピオン3ヶ月の通算のポイントが1位になると、1人につき10万円の賞金が出る。2010年6月から、1ヶ月の通算ポイント上位10組による賞金マッチ開催され、 そこで優勝した芸人が5万円の賞金を得られることに変更。2位には3万円、3位には1万円が与えられる。エリートヤンキー、ブロードキャストのみ6月からのリニューアルから12月までの賞金マッチに毎月出ていた。ピラミッドでは2番目に位置するメンバー。全50組。日替わりで5組の芸人が月2回出演し、1位100、P。 2位 90p、5位 60p とポイントを獲得していく。これを1ヶ月行い、通算のポイントが上位20組の芸人は、英字がライブ回20組と入れ替わる。逆に、回25組は、上げ上げチャレンジに合格。2010年6月から、全40組になり、日替わりで6組、1位 100p、2位 90p、6位 50p に変更。 通算のポイントが、上位20組は、アゲアゲに、昇格。下位10組は、エイジ・チャレに、降格。メンバー、エイジ・ガライブの下位10組と、メイガライブの上位10組による、入れ替え戦。上位10組は、エイジ・ガライブに出演できる。2010年6月から廃止。通称、エイジ・チャレ。全60組。渋谷公園通りシアター D で行われるネタライブ。1ヶ月目は、 上位8組が昇格候補。2ヶ月目も上位8組が昇格候補。3ヶ月目は上位9組が昇格候補の方法でメイガライブの昇格者25組を決める。逆に、下位8組は上げ上げプロジェクトに降格。2010年6月から上位10組に前上げに昇格、下位8組にエイジプロに降格。通称エイジプロ。 渋谷公園通りシアター D で行われるネタライブ。会場投票による上位8組がエイジエイジチャレンジへ昇格できる。ありがとうございます。